走行1万キロの感想。エクステリア、外観は最高にいいです。カスタムにするユーザーが多いみたいです。ヤフオクなどでカスタムパーツがたくさん売ってます。ちなみにオプションでエンジンを切ると自動的に開閉するサイドミラーの装置を社外品で購入しましたが、冬に開閉しなくなり夏にはそのままになりました。インテリア、大きなシートは男性には向いてます。高速も疲れません。マイナー後に装着されたバリアブル完結ワイパーを2万円くらいでディーラーで取り付けましたが、半年で壊れました。全席の足元は狭いです。購入の際他社と比べた方がいいでしょう。東方は1万円の社外品のシートスライドを買って対応しました。エンジン性能、初期型ターボですがターボで引っ張られるような加速が最高に好きでした。強力なエンジンブレーキも峠道や冬の雪道には有効で、パドルシフトを多用してドライブしてました。しかし購入2年目後、 CVT のコンピューターの書き換えを2回した後、その CVT のリコールでさらに書き換えをしました。その結果加速もエンジンブレーキも全くなくなりました。私的にはドライブの面白みは半減しました。なおディーラーは事実を隠してますが、3回のコンピューター書き換え後も定期点検で勝手にコンピューターを書き換えたらしく、ドライブフィールが全く違って戻ってきました。結局2年半で5回の書き換えがありました。走行性能、車の基本性能は普通の軽自動車ですが、パドルシフトとクルーズコントロールが装着されているため高速道路も峠も楽ちんです。このハイメカは素晴らしいです。その他2年半目でブレーキからイオンが発生したため分解清掃してもらいました。乗り心地、3気筒エンジンの振動はアイドリング時にハンドルに伝わってきます。燃費、最近高速でリッター24キロ行きました。価格、ハイメカの分高いです。そこそこの装備をつけると200万はいきます。総評、東方は9箇所の不具合がありました。この事実をホンダの苦情センターに報告したら、不具合報告は15箇所あると自慢げに言われました。不具合修理は台車もないし送迎もないし1日以上かかるし大変です。同社の開発時期、本田前社長は安く早く作れの大号令で未開発のまま車を発売したため、フィットをはじめ不具合リコールが多発しています。さらに韓国製の部品も多用した上、 CVT のミッションがドイツ製で、このミッションもかなり壊れるようです。このような背景を理解した上で購入をご検討ください。東方はそれでもいろいろとカスタムしてまして楽しく乗ってます。